新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新入生応援テレビ最終日、本日の司会進行を務めますのは、立命館大学放送局新3回生の田中光生と、同じく新3回生の田中遥香です。よろしくお願いします。さあ、この番組は2024年3月30日から4月4日までの6日間、新入生応援テレビと題して、立命館大学放送局公式 YouTube にて入学時に知っておきたいお得な情報を楽しくお届けする番組です。はい、大学生活で欠かせない耳寄り情報や楽しい情報が盛りだくさんですよ。うん、はい、もういよいよ最終日になってしまったんですけれども、本日は衣笠キャンパスグルメマップと題しまして、はい、衣笠キャンパス周辺の飲食店を取材して、キャンパス周辺のグルメマップを作ろうといった企画になっております。面白そうですね。まあ、そうですね、うん。新入生がキャンパス周辺の飲食店の情報をね、事前に知ることができるので、ぜひね、学生生活にも役立ててみてください。はい。それでは VTR、どうぞ。衣笠グルメマップ。この番組は立命館大学衣笠キャンパス内やその周辺のグルメなお店情報をお届けする番組です。お相手を務めますのは、立命館大学放送局2回生の門原美希人です。それでは早速グルメマップをご拝見。1店舗目は衣笠キャンパス領有館にある領有館食堂。平日11時から14時で営業している領有館食堂は、授業の合間にランチとして利用するのにぴったりです。メニューも麺類、丼類、おかずと様々な種類の中から選ぶことができます。そんなたくさんのメニューの中から、今回ご紹介するのはジューシー鶏カツオーロラソース。サクサクでジューシーなカツに、まろやかでほんのりケチャップの酸味を感じるソースがかかった絶品の商品です。また自分で選んで取ることができる小鉢もたくさん種類があります。そんな中、オクラに半熟の温泉卵が乗ったオクラの巣ごもりを今回はチョイスしました。週によってメニューも変わるので、他のメニューもご賞味あれ。2店舗目は東門を出てすぐにあるマハカレー。本格的なネパールカレーを楽しめるお店で、今回ご紹介するのはランチメニューのチーズナンセットです。カレーはチキンカレーか本日のカレーから選べますが、チキンカレーをチョイス。辛さも選べ、今回は普通にしてもらいました。まろやかさの後に少しピリッと感じる程よい辛さのカレー。ほろっと崩れるチキンがゴロゴロと入っており、なんと合わせて食べてもそのままでも楽しめる一品です。チーズナンはチーズがたっぷりドロッとして、ほんのり甘さを感じるナンとなっています。またご厚意で飲み物をサービスでもらい、チャイとラッシーを飲ませてもらいました。どちらもカレーとの相性ぴったりです。ランチは11時から15時、ディナーは17時から22時の営業となっております。皆さんもぜひご賞味あれ。3店舗目にご紹介するのは、南門を出て歩いて30秒ほどにある喫茶店の瞳。居心地がよく、どこか懐かしさを感じることのできる店内で味わうのは、大人気メニューのオムライス。5つの大きさから選ぶことのできるオムライス、今回はレギュラーサイズを注文しましたが、このボリューム、サラダ、お味噌汁までついてきます。具材がゴロゴロして食べ応えのあるケチャップライスを、薄く焼かれた卵で巻いてある昔ながらのオムライスです。営業時間は日曜日以外の朝10時半から19時になっています。オムライス以外にも定食などのメニューも楽しめるので、ぜひぜひご賞味ください。では最後に、今回ご紹介した衣笠グルメマップをおさらいしましょう。
学内の食堂の一つで様々なメニューがいただける領有館食堂、本格的なネパールカレーが楽しめるマハカレー、昔ながらのボリューミーなオムライスが味わえる喫茶店の瞳、新入生の皆さん、ぜひ一度衣笠グルメマップ巡ってみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。衣笠キャンパスグルメマップの企画動画をご覧いただきました。はい、衣笠キャンパスの中だけじゃなくて、うんうん、周辺のお店まで知ることができましたね。そうですね、いろいろこれからもまだまだお店ありますので、うんうん、どんどん開拓していってほしいです ね、 ですね、はい、皆さんにもね、本当にね、今日紹介されたお店たちもたくさんありますからね、うん、はいはい、ぜひぜひ自分の足で巡ってみてください。はい、そして1日目から6日目とね、うん、やってきましたけれども、はい、いかがでしたか？そうですね、僕らも参考になるような動画がたくさんありましたよね、うんうん、知らない情報とかもたくさんあったので、うんうんうん、私たちもすごく勉強になりましたね、はい、ぜひ新入生の皆さんにはこの6本の動画参考にして素敵な大学生活を送ってほしいですね、うんうん、はい、そうですね、はい、6日間本当にありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。